別にパトロンがいるわけでもない。自分でやるしかないから自らやっている。それでもなお、ミュージシャンなら音楽だけやってりゃいいじゃん、というのならば、じゃあお前が僕のスポンサーになってくれ、と返す。それなら音楽だけ、自分の作りたいステージ制作だけを喜んでやる。結局そんな言葉を並べるものは、その言葉にそもそも考えも重さもない。代表作もないのに、ガクトはなんでそんなに金があるのか、という者たち。そもそも彼らは、ミュージシャンは音楽だけで稼ぐもの、などという古い固定概念にとらわれている。そして、その固定概念こそが、なぜその者たちが稼げないのか、に対してのアンサーになる。僕は30歳から実業家としての活動もしている。いろんな事業案件に対し、エンジェルとして投資もしてきた。うまくいったものもあれば、失敗もある。今でこそ海外案件が中心となったものの、スタートは国内の些細なアイデアから生まれたものも多い。もちろん、音楽や表現活動は一生続けるつもりだ。ロックはジャンルではない。生き様だ。そして、いろんなロックがあるように、ミュージシャンとしての稼ぎ方も人それぞれ。